皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダバオについての情報を皆さんにお伝えします。まずはフィリピン全体の新型コロナウイルスの感染者情報についてこちらです。はい、一番上に大きく出ている数字はアクティブケースとなっていまして、これは感染者の総数から回復者数と死者数を引いたものですね。現在も陽性の状態が続いている人たちの数を表しています。 55,236 人となっています。そしてその下の黄色の枠の中にある数字が、新規感染者の数字です。これは2020年の8月23日時点での数字です。2378人が新規感染者となっています。そして左側に続いているのが NCR というのがマニラ首都圏で出た新規感染者ですね。1022人、そしてカビテが132人、ラグーナが128人、リサールが115人で、セブで96人の新規感染者が出ています。その隣の真ん中の円グラフですけれども、マイルドとなって 91.5% となっていますが、これは一番上のアクティブケースのうちの症状ですね、を段階で表したもので、マイルド、軽症の人たちが 91.5% いるということを表しています。その下に小さく書いてあるんですけども、無症状の人たちが全体の 6.1%、そしてシビアというのは重症の人たちが 1%、そしてクリティカルというのは致命的な症状の人たちが 1.4% いることを表しています。なので、これはずっとこのデータが出されてからそうなんですけども、マイルド、軽症の人がフィリピンでは一番多い9割以上を占めているということがわかります。そしてその隣の女の人の絵の上に書いてあるのが感染者の総数ですね。189,601 人となっています。このペースでいきますと、また数日するとですね、20万人、感染者の総数が20万人を超えそうですね。はい。ですので、フィリピンにいらっしゃる方は引き続き十分に気をつけてください。続いてこちらですね。こちら左側の緑色の数字が回復者の総数131,367人となっています。そして新たに回復が確認された人たちの数が16,459人となっていますね。で、その隣の茶色っぽい色で書かれた数字が死者数を表しています。死者の総数は2,998人。もう、あと2人出たら3000人を超えてしまいますね。そして、本日新たに確認された死者数が32人ということですね。まあ、この32人、その下のグラフの説明につながるんですけども、1日で出た数字というわけではなく、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、棒グラフの右側の上の方が青くなってますね。それが、それぞれ7月16日から一番新しいので8月20日27日と、右の方に出ていますが、その日に亡くなられた方を今回この8月23日に確認できたと。そのこれまでに亡くなった方を確認できたその数の合計が新たに確認された32人ということで数字が出ています。続いてこちらの情報です。これは新型コロナウイルス用の病床の占有率を表したグラフとなっています。一番上が ICU のベッドですね。これが1700床あるうちの右側が 49% 占有されていると。で、まだ左側の緑の 51% はまだ使用可能ということが表されています。続いて、隔離病棟のベッドですね。これは 12,400 床あるうち 47% がもう既に使われていて 53% が使用可能。そして、普通の病床ですね。新型コロナウイルス感染者用の病床は 50% が占有されていると。一番下は人工呼吸器です。これが2200あるうち 29% が使用されていて、まだ 71% が使用可能ということが表されています。これは8月22日時点でのデータですね。そしてこちらを見ていただきたいんですが、これは先ほどのデータはフィリピン全国のデータだったんですけれども、こちらはマニラ首都圏のデータを表しています。こちらを見ていただくと赤い部分の範囲が広がっていますね。それだけ、占有されているものが多くなっていることを表しています。ICU のベッドは 68% が使用されていまして、隔離病棟のベッドは 69%、そして病床、一般病棟のベッドについては、なんと 81% もすでに使われていて、残り 19% しか空いていないと。で、一番下の、人工呼吸器も、
フィリピン全国と比べたらマニラはもうすでに 45% 使用されているので、結構あれですね、シビアな状況がこのグラフで読み取れます。ですので、マニラ首都圏はですね、本当は、現在も厳しい規制を続けたい、医療的に見たら厳しい、規制状況を続けてほしいというのが本音だと思うんですけれども、それをと、ずっと厳しいままにしていたら経済が回らないということで、現時点ではマニラ首都圏は GCQ、一般的なコミュニティ隔離という状況になっていますね。この状況下では、厳しい、フィリピン全国の中では厳しい方なんですけれども、以前のように企業活動の制限が本当にかかった状況ではなくなっているので、はい、ギリギリのところでやっているという感じがします。はい、続いて私が住んでいるダボー地域についての情報です。こちらをご覧ください。こちらも一番上に出ている数字はアクティブケースですね。467人が現在も陽性の状態が続いている人たちです。そして新規感染者はダボー地域全体で16人出ています。こちらも8月23日のデータとなっています。そして左下の方にダバオ市で新規感染者が12人、ダバオデルノルテで2人、ダバオデオロで2人出ていると。そして真ん中の円グラフがアクティブケースの人たちの状況を表しているんですけども、こちらダバオ地域においてはフィリピン全国とちょっと異なりまして、アシンプトマティック、これは無症状の状態の人たちが 78.8% で一番多くなっています。その次にマイルドですね。軽症の人たちが 19.3%。続いてシビア、重症が 1.9% で、致命的な状態というのは今のところ0人 0% となっています。そして右側の赤い四角の中にある数字がダボー地域における感染者の総数ですね。1914人となっています。そしてこちら回復者が新たに11人出まして、回復者の総数が1384人、そして死者が新たに1人出まして、死者の総数は63人となっています。その下に出ている青い中で白字で書いてある数字は777人。これは1日のうちで検査を受けた人の人数ですね。そのうちオレンジの中に書いてあるのが20人の人が陽性であったと。で、それが下の 3%。これは陽性率ですね。検査を受けた人のうち陽性だった人の割合が 3% ということが、出ています。はい。そしてこちらですけども、ダバオ地域の感染者の状況の内訳ですね。やっぱりダバオ市が一番多くなっていまして、アクティブケースが226人、そして感染者の総数が1227人となっていますね。で、続いてこのように表されています。というわけで、感染者の情報をフィリピン全国と私が住んでいるダバオ地域についてお伝えしたんですが、未だに厳しい状況が続いていますね。本当に外に出ている人は特に私が住んでいるダバオ市なんかは結構もう人が外に出たりもしてますし、どうしてもね、仕事はしなくちゃいけないので通勤している人も、私も通勤しています。そしてモール等に行っても、以前と比べたら制限がなくなったので、今はですね、マスクとフェイスシールドをしていれば中に入ることができるようになっています。あとは、あれですね、体温を測られて、一定以上の熱がない場合は中に入ることができるので、もうほぼ自由に買い物はできるようになっています。で、こちらが SM ラナンという私が住んでいるところから近い場所にあるモールで出された通知ですけれども、実はフィリピンの政府の方からもうモールのような人が集まるところでもフェイスシールドを必須にするよう勧告を出しなさいということで、最近出まして、その後に出されたのがこちらですね。8月23日からはフェイスシールドがなくてはモールに入れなくなりますということが、案内されています。ご協力お願いしますということですね。ですので、各モールも私も、この SM ラナンと、あとアヤラ系のアブリータというところも行ったんですけども、やはり、同じく8月23日から、フェイスシールドとマスクがないと入れないということが、出ていました。他のモールもおそらく同じように対策をしていると思います。で、最後にですね、教育についてですけども、もともと8月24日、全国で教育を再開するという案内が出ていたんですが、それが、特にマニラの方でですね、規制が一旦厳しい規制に戻りまして、でとてもこの状況で始めるわけにはいかないから、部分的にでも教育を始めるのを先延ばしにしてほしいという案が出たんですね。その報道がなされてからすぐにですね、教育大臣からもう全国で教育を始めるのを10月5日に延期しますと、もうそれ以上は延期しないということが、
報道されました。はい。これで教育現場はですね、非常に混乱したんですけれども、その後にですね、追加で声明が出されまして、もうすでに準備ができている私立学校は10月5日よりも前に始めてもいいという、そういう発言も出ています。また大学については、やはり、もう準備ができているところは始めていいということになっていますね。なので、幼稚園から、義務教育ですね、高校生までは、公立の場合10月5日から一斉スタートとなりまして、私立の場合はそれぞれの学校の状況に合わせてもうすでに準備ができているのであれば、始めていいということになっています。はい。というわけで、私が住んでいるダボー市にある、そして私が勤めているミンダナオ国際大学ですけども、ダボー市は8月24日がですね、カダヤワンという収穫祭の、祝日となっていますので、25日から、授業をオンラインで開始することになります。また、隣にある日系人会の国際学校もですね、幼稚園から高校までありますけれども、そちらもオンラインと、あとモジュールという持ち帰り家でやる、教材が配られて教育を行うシステムで、やはり同じく8月25日からスタートする予定となっています。はい。まだ対面での授業は幼稚園から高校まで、そして大学も行われないことになっていますね。はい。というわけで、一日の間に何度も変化があったりするのですが、まだまだ厳しい状況が続いていますので、フィリピンにお住まいの方はくれぐれも気をつけてください。私も気をつけていきます。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。